関谷さんの店これ入れてたっけ。いえ、今うちで割と出回ってんですがね、ごまの焼酎なんですよ。まあちょっとお茶代わりに一杯味見てくださいよ。花城さんもいける口なんでしょ。あ、少しでしたら。なかなか飲みやすくてね、コレステロールを取り除くとかなんとからしいんだけど、酒だもんね。まあ変わりないと思うけど。さあどうぞ。じゃあいただきます。いただきます。どうです、うまいでしょ。あ、うまいっす。